そうですね、さあ今シーズン初勝利、オリックスが勝ったゲームハイライトで振り返っていきます。オリックス2019年の開幕投手山岡は今日今シーズン2試合目のマウンドでした。立ち上がりの印象はいかがでしたか？ちょっとね、まあ捉えられそうな感じかなと思ったけど、守備も頑張りましたね。そうですね、まあ、この浅村の一球も完璧でしたね。素晴らしいボールで三者交代に打ち取った初回のピッチングでした。そしてゲームは1回の裏ワンアウトランナー三塁一塁というチャンスで吉田正尚、ただここは閉鎖さでした、ね、最悪のところに飛んできますもんね。ちょっとまだ流れは来ないというような雰囲気もありますよね。先発は安楽です。2回ワンアウトランナーなしからウィーラーインコース見逃し三振。このコースも最高ですね。切れ味抜群でした。ストレート2アウトランナー一塁からブラッシュチェンジアップで空振り三振です。そして3回の表2アウトランナー一塁から若月、素晴らしい送球でした。取ってからの速さ、そしてコントロールも素晴らしいものがありました。一度はセーフ判定にはなりましたが、リクエストで判定覆ってタッチアウトに変わります。ゲームは4回の裏です。この回先頭の西浦しぶとくセンターへ持ってきます、ね、これもインハイのいいところだったんですけど、よく打ち返しましたね。ノーアウトランナー1塁、そしてその後ノーアウトランナー満塁とします。そしてバッターボックスに今日のお立ち合いヒーロートングのタイムリー、オリックス実に29イニングぶりの得点ということになりました。そして小田もセンターへ持っていきます。サードランドのメネセスがホーム突入、ここもよく突っ込みましたね。いや本当ですね、センター前の浅いフライでした。さらにはマレーロライトへの当たりです。ライトはルーキーの辰巳、吉田ホーム突入、向かっていきますが好返球でした。アタッチはアウト、追加点ならずオリックス。しかしこの回2点を先制しました。オリックスの攻撃でした。そしてゲームは5回の表です。ワンアウトランナー2塁1塁、山岡ピンチを迎えてルーキーの辰巳空振り三振。そして田中をファーストゴロに打ち取ってピンチを出します。さらに7回です。この回先頭相性の悪い銀次に対してセカンドゴロに打ち取りました。セカンド西野が一塁へ送球、先頭バッターを打ち取った後ツーアウトランナーなしまで来て足立をサードゴロ、サードトングよく守ります。7回まで無失点。そして8回の表もマウンドに上げました。西村監督の思いを背負ってのピッチングになります。山岡ワンアウトから田中センターへのフライ、さらに今日ヒット許している茂木、7球でまとめてみせます。この回8回103球被安打3奪三振5という内容でした。そして最終回には背番号17番オリックスのクローザー守護神増井、三者凡退にとってオリックス今シーズン初勝利は今日4月5日金曜日に挙げた勝利ということになりました。山岡から勝利のボールが